総務省の幹部らを接待していた衛星放送関連会社東北新社の衛星放送事業について武田総務大臣は外資規制違反により認定を取り消す考えを示しました当該認定の取り消しに向けて必要な手続きを進めていくことといたしました東北新社が4年前に認定を申請した際に外資比率が20%以上あり 放送法に違反した状態であったことが理由ですこの申請は2017年1月に認定されていて武田大臣はこの認定を重大な瑕疵があったと認め認定を取り消す方針を明らかにしました来週水曜日に事業を継承した子会社の東北新社メディアサービスに対し弁明を求める予定です